大さんが今、米国で準備をされている日本の墓石を使ったお墓ビジネスというのも、なんかその後はい、下調べをしないといけないので、まあ、Google で家の近くの、なんていうんですか、霊園って検索して、7、8分ぐらいとかあったので、ちょっとプラッと寄ってみたんですよね。日本の雰囲気全然違って、もうなんか公園のような感じで、アメリカの墓ってこの地面にペタッと押し付けてるの多いじゃないですか。案内してもらおうと思って、一応受付にちょっとどういうことをしたいのかっていうのを墓、向こうの人に伝えて、中にはね、こう場所によっては、キリスト教じゃないとダメとかっていうのはあったりするらしいんですけども、まあ僕が行ったところは、別に特にそういうルールはないと。仏教の人の墓もあるから、まあ、見てみますかっていうので車に乗せてプラッとツアー案内してもらったんですよね。でそのオフィスからすぐ出て1分ぐらいしたところに真ん中にね大きいなんかこのお墓っぽいようなものが建ってて、でそれその人が説明してくれて、この墓はねジミヘンドリックスの墓なんですよとか、ジミヘンって聞いたことありますけど、僕たちの住んでるレントンっていうエリア出身の人で、まあ、そこにお墓が、まあ、偶然なんですよね、そのジミヘンのお墓があったりとかっていうので、まあ、ここもそうなんですよとかって言って、まあ、教えてくれて、でとりあえず一番いいとされているというお墓の場所ですよね、その見せてもらおうと思って、まあ、一応そこはね、仏教系の人たちばっかりが集まるエリアだったんですよ。中でも真ん中のちょっと、まあ、ちょっとだけですね、丘の上みたいなところがあってね、場所で言うと3メーター×3メーターとか、それそんなにめちゃくちゃ大きくないんですけども、それでそのね、売り値があるんですけど、びっくりしたんですけど、48万8000円で売ってましたね。48万って4万8800かって思ったんですよね。ちょっと日本の墓ですよね。わからないですけども、もう家なんかでもね、やっぱり5000万とかで買えてしまうじゃないですか。一回買ってそこに例えば僕が墓を作ったら、もう一生売ることないじゃないですか。そうですよね。それに対してはもうお金が増えることはないですよね。人が埋めた墓、どこで埋めますかなんか見たことないですか。それを一回買ってしまえば、まあ、芝刈りだとかそういうメンテナンスとかそういうようなことは全部してくれて、月々の費用とかはもう今後一切かからないと。もう払い切ったらそれでおしまいっていうふうな感じで、ちょっとね、はい、その狭さと金額に最初ちょっと驚いて、狭すぎな。最高級のところで真ん中がアベラブルに開いたんですけど、その両方隣も同じサイズ、そこはでもね、もう買われてお墓が建ってたので、うん、まあ多分真ん中じゃないので多少安いかもしれないんですけど、それでもね、45万ドルとも変わらない金額だと思うんですけども、そこはまあ最高級だというので、うん、次のところがあるっていうので、そこはまあちょっとシェアするところが多くて、自分のところってわけじゃないんですけども、はい、25万ドルって言ってましたね。これで25万ドル？そうなんです。それでもね、ちょっと僕金額をちょっとね、聞いてびっくりして、あとまあ最後一番安いのを教えてあげるっていうので、そこもまあ、普通の原芝生の上に場所を買うというところで、そこでもね、10万ドルって言ってましたね。近くないですか？人がお亡くなりになって遺族の方ね、悲しいと思うんですけど、それ以上にお金がやばいんですかね。いや、そうですよね。だから結構聞いてると、もう散骨する方とかね、お墓探しみたいなように。いろいろな理由、まあ、もちろんお金のこともあると思うんですけども、亡くなっていく方がこう生前に遺言として、俺が死んだ時はもう巻いてくれっていう人も結構、うん、まあ、理由はいろいろあるみたいで、子供たちとか孫とかにもう変なお金の心配もそうですし、シェアもさせたく。アメリカ人が散骨が増えると望むっていうの、海に流すとか、山が川に流すっていうの。うん、あとはね、もっとすごい安いのとかはなんかね、もう集合住宅みたいな感じのロッカーみたいな建物の中とかね、すごいもうお墓感は全然ないですよね。そういうのもあるらしいですけども、テレビに出てくるね、兵が、はいはい、亡くなった人とかね、お願いになってみんなでグーグルってやりながら、はいはいはい、墓が建ってて、あれでもうやばいですみたいな。もう塗装なんか知ったらもうでかいじゃないですか。塗装はやっぱり家の値段と同じようにね、田舎の方に行けば土地もたくさんあるから安いとかってなるとは思うんですけども、シアトルでそれなんで、ロサンゼルスとかなんかもっとするんじゃないですか。ニューヨークなんか場所がないからもうだいぶ離れないのきついんじゃないですか。一墓じゃないですか。そうですね、家族で一個でこう入るっていう感じのところないので、ほとんどの人たちはやっぱりロッカーなんですかね。そうです、ロッカーが散骨なんて。でもね、いろいろ見てると、その中国人の名前もあれば、アメリカ人の名前の人もあったりで、買われてる方がやっぱ結構いるので、亡くなる前からもう家を買うみたいにローンで毎月払っていくとかっていう人も、さっきのその48万ドル土地だけで、さらにそこから墓石ですからね。その規模の墓石なら多分250万とかも楽に行ってしまうぐらい、買う人からしてみたらもう墓はもう200万も300万も一緒になるじゃないですか。一緒ですよね。そういう人たちからポツドオファーがあればっていうのはあるんじゃないですか。安いやつのスタートが250万スタートで、やっぱ1000万ぐらい今に行かないとダメですよ。1000万のあなた地獄に落ちるよって言った人は1000万の霊感商法してやるって墓石を。だからそういう超高級なのも需要があるかもしれないですね、お金持ちには。うん、やばいですね、それ。常識。最初、止まりましたもん、金額4万8000。ええー、みたいな感じでしたもんね。でしょってみんなそう言うんですよ。でもそろそろあなたぐらいの年から買っておくのはある話よ、みたいなこと言われましたけどね。ローン組んで買っとかないと間に合わないですよね。最悪僕みたいに日本人の場合っていうのは、こっちで焼いてもらって日本の墓に入れるっていうことになってないじゃないですか。でも息子の、まあ息子もできなくはないですけど、多分でもずっとこっちで暮らしてたら多分こっちになると思うんですよね。家の次はお墓の問題が、まあ、これからもうちょっと範囲を広げて見ていこうかなと思うんですけど、ちょっとびっくりでしたね。だお墓の土地で本当のいいところだともう1億単位もあり得るってことですね。でね、大きくないですよ。もうそんな3メーターずつぐらいですから、ちょっとしたホテルにあるあのね、シャワーの場所ぐらいっていうか、もうほんまちっちゃいところでね、こんなにって感じでしたもんね。こんだけだけで家の方が安くないですか、下手すると。金額はそれぐらいで買えますし、買えたらやっぱり1500スクエアフィートとかもう15倍、20倍ぐらいですね。買ってさらにそれは基本的にアメリカって家の値段上がっていくので、買った値段より最低でも同じぐらいとかね、家で売ったりすることはできるんですけど、お墓に関しては投資っていう感覚ではないんじゃないですかね。ねえ、売買する
もんじゃないしね、もう一定作っちゃったら永遠に残っちゃうもんですからね。そうです。あとそういうなんて、この人が亡くなった時ってハッピーな時じゃないですから、中にはすごいお金でね、もう人目もつけない人ならもういいものを作ってやろうとかってやっぱりなる気持ちの人もやっぱいると思うんですよね。まあ大きいのから一応小さいのまである。でも小さいのでも安い、4万8000ドルだったとしても500万600万じゃないですか。死んだ後にそれをまた、まあ請求じゃないですけどお金がかかってしまうっていうのはね、どうかなって思いますよね。値段だって多分6巻になっちゃうんで。でしょうね。それなら僕は散骨とか日本の方がいいかなって。散骨になります。まあそうです。まあ僕の場合ね、あの長男なのでっていうので、その繋いでいきたいっていう気持ちがあるので、まあそれが分骨かなと思ってたんですけども、何千万もかけてってなるとってちょっと考えが変わりますよね。みんなどうしてるのかって思いますよね。日本みたいにお墓に入るっていう文化がないから、ここにマンション墓を作って、あの仏教でも日本の仏教でちょっと違うじゃないですか。なんかお墓も違うし考えもちょっと違ったりするんですけども、それ日本はこの同じところに入っていくと、そういう風にしてもいいのかって、別にあのそれはあなたたちでやりたければやったら、日本人に関してはまあそれがみんな一緒に入ろうけどね。海外の人もしその考えがなければ、そんななんかもう墓でケチってとかっていう考えがあるんですね。一墓か、まあ、あるのはそのちょっと大きめで、あの夫婦で入れるとかね、そこまではあるみたいですけども。あとはほら、そういうところを買う人たちってやっぱり気になるキリスト教信者とかね、この仏教信者だとやっぱりあの世っていうところの概念がやっぱりあるから、ここに統一する感じじゃないですか。なんかキリスト教かなんかは土葬がメインなのは、死んだらまたその生まれ変わる体がないとダメだっていうので、その焼かずに埋めるっていう人が、まあ、今までもだいぶ変わってきてるみたいですけどね、うん、まあ、今土葬なんかってるのがめちゃくちゃ動いじゃないですか、そのメインが。どうでしょう、2、3割あったかなって感じですね。まだざっくり見てないですけども、でもそういうふうにやっぱ土葬でやられてるのがまたまだみたいです。家族単位ですよね。まあまあもう家族全員そんな普通無理ですよね。さっきのスペースでだって、ね、6000万するわけでしょ。1億コースじゃないですか。隣2つ買ったらもうそれで優に1億はって感じですよ。だから地味編のやつなんかあれはでかかったですよ。そう思うと真ん中の辺のもちょ一等地みたいなところなんですよね、うん、だからあれも土地だけで、時期がね使われたらわからないですけども、うん、今の感覚でいくと 2.5 か3億ぐらいですよね、場所だけで。もう大理石、大理石じゃないかぐらいの未開石だと思うんですけども、その石のね材質もここのお墓は未開石しかダメですと。だからあと問題なのは、日本の場合は、地面をちょっと掘ってコンクリートで下を固めてからその墓石を置くんですけども、はい、コンクリートを使ったらダメだって言うんですよ。だから長い目で見るとやっぱりこう脆くなったりするからっていうのも、でも日本のお墓がそうしてるのはどういうことなのかなと思うんですけどもね、何年も何代もそういうやり方になってきてるから、あとはこっちの人よく分かってないっていうのもありかもしれないですけども、それで、うん、宗教上で人工物はダメだみたいなんで、そういうところもちょっと、まあ一人もやっぱ霊園によってルールが違うようで、コンクリート OK っていうところもあると思うから、はい、まあいろいろ家と同じように物件を見たじゃないですけども、いろいろ見て自分がここだっていうところがあったら決めたらどうだみたいなことを、まあ言われて、そう言って言うてよ。まあでも家もね、びっくりするような値段の家ありますからね。こういうところでもお金が、死んでからも容赦ないですね。まあ、ね、アメリカのドルみんなね稼げていいって言うんですけども、そういうところもあるんですから、あるから、ね、日本のね給料安くて全部安いもいいなと思いますよね。そう感覚的にはね、まあもうインフレがお墓にも直撃しているっていうのをすごい実感しましたね。そういう中で大田がね、どのようにこのボイジービジネスをもうちょっとリサーチしてやらないとダメなんですけども、はい、今のところあこれはもう不可能だなっていう感じではなく、ニッチでしょうけども、僕みたいにこのもしお金で認めをつけない人ならやっぱり日本の方がいいと思ったら、もうイメージが似てると思うんですね。僕たちの方が外人にやっても、家もそうですけどね、なんか日本風とかって言ってなんか窓枠とか作ってもなんかね切れてきてはいるけども、なんか違うなってこう、そういう感覚的なところはやっぱり、日本食食った時にこれちょっと日本人が作ってねえなと思われてしまうんでね。確かに日本食なんですけども、僕らが日本で当たり前のように食べてないと、ちょっとアメリカではあんまりね食べ物の経験者やっていけないじゃないですか、海外。もうちょっとね、あのシアトルのエリアとかいろいろちょっと今週いっぱい回ってみようかなと思ってますので。そうですね、ちょっと相場見たら楽しいですね。これ地味変のところで高か、地味変量がついてるのかどうかっていうのをちょっと調べないと。その次行こうかなと思ったら、ブルースリーのお墓があるところ、ここも有名で、まあ、友達のおじいちゃんのお墓もそこにあったりと、結構観光地になっててね、あの Google で検索したらいろんな人が写真を上げてたりとかってするので、日本のお墓だとなんか日本ってお墓で写真パチパチってなんかいっぱいするところじゃないというかイメージがあるんですけども、こっちはなんかもう花持っていって、はい、観光地の一つみたいな感じになってまして、そこも一回ちょっとブルースリーなんてどうなのかわからないですけども、聞いてみようかなと思ってます。